あら、結局3キロ目からスタートしないんだね。皆さんシルバー手強いでしょう。何ですかこれは、あの字は。はい、ビデオ撮ってますよ。ほいほい、はい、こうガタガタです。怖いのかな、やっぱり。うわ、先端が結構近く入ってる。怖ーって感じなのか。やっぱ16番とかと全然違うよな。うわじゃないの、うわじゃないの。よし、しっかり角立てて、いいとこからけど、おお、片半結構ギリギリだった。今ういー、いいよ。削りながらね、向き変えて削りながら、うーっ、頑張ってよ。うん、超怖そうだね。また汗かいてんなこれ。ゴー、出た。あ、気をつけてよ。ヒュー、おー、いいとこ取った。ナイスライン。削りながら先端が向き、ビューって内側向いてくるの。かかとが外に出るっていうパターンだから、つま先を内側に入れるわけね。はい、着替えて。曲げで保ってると跳ねられちゃうから、もうちょっと足首の角度が曲げすぎないっていうところで保持しなきゃダメだよね。ヤマト、これでラストにすんぞ。頑張れ。なんか今日これはいいような感じするね。なんかいいように見えるけどね。
おお、真っ白。伸ばすっていうかな、伸ばすの。曲げがきつくなってたね。曲げちゃうだね。うん、だって細かったら嫌じゃないですか。伸ばすの伸ばすの伸ばす。縮めすぎ縮めすぎ。いやだから研いであげたいんだけど研ぐ方法がないじゃん。じゃあトイレとかって言わないでよ。おいって。